まず右足を上げ、ももから足を前に伸ばすように滑らかに振ります。これを左足も同じように5回ずつ行います。次に両手を上げて、右手から波を作るように肩から動かしていきます。同じように左も5回波を作るように上下に動かしていきます。横から見るとこのようになります。足はこのようにももを上げて足を前に伸ばしていきます。では肩から上下に動かして波を作るように動かしていきます。もし難しい方は足先だけでも構いませんので動かしてみてください。腕の場合も肘から先だけで